皆さんこんにちは、西川瑞希です。今日はジューシーなオレンジメイクの紹介をしたいと思います。なんか春ってピンクとかなんか桜っぽいイメージで、ちょっとピンクメイクが流行ってるっていうか、ちょっと個人的には今年はオレンジメイクがすごい気になっていて、オレンジコスメを見て回っているので、今日はその紹介をしたいと思います。まず目元、じゃじゃん、これは RMK のインジーニアスパウダーアイズの FX13 のカッパーゴールド。これは結構キラキラした感じなんですけど、もう指で取ってこのアイホールにのせます。結構こうやってツヤツヤになります。アイホールにのせるときは目のくぼみまでしっかり上の方までのせてあげた方が影がついて綺麗に見えるかなって思います。春夏は目元はあんまり濃いっていうよりかは少しさっぱりとしたナチュラルな感じが流行りなので、この後にこちらはジルスチュアートのジェリーアイカラーの N なんですけど、このラメを少しのせていきたいなと思います。これも指でポンポンと取って、あんまつきすぎちゃうとあれなので、ちょっと手とかに取ってから目のこの真ん中の中央にのせていきます。こんな感じです。ラメラメになりました。そしてちょっとポイントとかで下とかにもさっきのオレンジを取って、これはもうほんと頭の方かな、塗っていってあげて、こうするとちょっとオレンジが映えて目立つかなと思います。続きましてチークはこちらのラデューレのプレストチークカラーのリミテッドケース106番。結構見た目少し明るいように見えるんですけど、お肌にのせると肌なじみの良いオレンジで、私は海とかプールとか行く時にもすごい可愛いなって思って買いました。これはもう付属の目のついてるので、これでさっさと取って、この辺までもうこうやって塗っちゃって、あんまり濃いカラーじゃないから広めに塗ってもそんなケバケバしくならないかなって思います。ちょっと日焼けっぽい感じにしたい時は鼻のここら辺も一緒にこうやってのせてあげるとちょっと日焼け風な感じにもなるので、夏とかおすすめです。で次にリップはエレガンスのクルーズステインルージュの M04 番です。ちょっと赤っぽいオレンジかな、こんな感じです。結構赤オレンジで、これだけでもすごい可愛いカラーなのでお気に入りです。でこの上にちょっとジューシーな感じに見せるために、これがイヴ・サンローランのボリュープテティントインオイル7番ですのオレンジ、こんな感じです。これを口の真ん中というよりかは端っこのこうくの字にのせるイメージで、ここだけにのせてあげるとこういう感じで少しおしゃれな感じに仕上がります。結構私は真ん中に塗ってブルールみたいなリップな感じも多いんですけど、そういう感じじゃない、また塗り方を変えるだけで雰囲気がすごく変わるので、ここだけのせるっていうのもすごくおすすめです。であとはこちらは最近ずっと愛用しているイプサのアイブロウなんですけど、すごくお気に入りのアイブロウで、今年ちょっとその赤っぽいメイクとかオレンジメイクが流行っているのか、この眉にもこういう色を使うという感じで入っています。でこれは私もどうなるんだろうと思ったんですけど、意外とつけてみると眉マスカラの役目をしてくれて、眉マスカラなしで一気にパッと明るい眉になります。こんな感じで今日はオレンジを使ったメイクなんですけど、オレンジだけでもなんか可愛いメイクができるので、なんかオレンジのイメージは私はちょっと元気っていうかやんちゃっていうか、そういうイメージがすごく強くて、なんかどうしてもピンクを選んでしまいがちだったんですけど、ちょっとチャレンジしてみたら結構意外と大人っぽくて、大人可愛いメイクがオレンジでもできたので、今年はちょっとオレンジメイクでいこうかなって思っています。なので皆さんもぜひチャレンジしてみていただけたら嬉しいです。では西川瑞希でした。バイバーイ。皆さん今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録から登録お願いします。